入社前のアパレル業界というイメージはパリコレでしたりファッションショーでしたりサッカー選手をしていたので、こうハイブランドを着た方々と出会う機会もとても多かったので、すごい華やかなイメージを持っていました。まあ、ただ入社してから環境問題でしたりいろいろなこと深い部分というのも知って、こう考えているのは結構180度変わってしまったというのもあるんですけど、でもやっぱ根本的にはすごい明るく未来のある業種だなと思っています。自分が所属していたファジアの岡山県のサッカークラブで、そのスポンサーをしてくださっていたアンドゥの企業訪問というのスポンサー訪問という形で会社に来てことがきっかけです。実際にこのテーブルに座って、このブラジアッタカパンツを触って履いて、その時の感動というものが僕自身忘れられませんでした。履いた瞬間の温かさ、デニムの見え方、そしてコストパフォーマンス、こんなにね素晴らしい商品があるんだなと衝撃を受けたの、僕自身今でも覚えています。本当に家族とその後すぐに島根に行き、この商品を買ったのがすごい懐かしく思います。それと同時に、私このデニムにかける情熱というものを、社長である中村のその情熱をすごい強く感じたというのも自分にとっては大きなアンドゥを選んだ理由でもあります。自分自身サッカーで情熱をかけ、13年間戦ってきましたので、またそのサッカーと同じように情熱を持ってこの職場だったら働けるのではないかなと思い、自分が履いたようなこの感動を他の方々にも伝えたいなと思ったのが強い志望動機、就職理由でした。僕サッカーが好きなので、サッカーで例えると少し前のレアルマドリードのような、はい、会社だなと思います。ジダン、フィーゴ、ロナウド、ベッカム、そのすごい個の強い選手たちがこう集まって集結したような、そのような会社だと思います。本当にみんながすごい個性を持ってこうバチバチ当たりながらこうどんどん強くなっていく、そのような魅力のある会社だと思っています。あとは従業員数が少ないのもあって、こういろんな企画に関わることができ、間近で大きな商談だったりを見ることができ、とても僕自身刺激を受け、毎日刺激を受けながら仕事をしています。で、会社の中ではオーガニックコットンやリサイクルペット、環境に優しい配慮した商品なども作って提供しています。入社して間もなくトゥルーコストという映画を見て、環境における問題というのはすごい深刻だと思っています。そういう意味でもこのいろんな環境に配慮した優しい環境に優しい取り組みというのを取り組んでいます。異業種から来た自分ですので、できることも限られていますし、まずはあの目の前の仕事を必死にやりたいと思っています。与えられた仕事の大きさ小ささは関係なく、やっぱり評価されるのは目の前の仕事だと思っているので、まずはそこに全力で取り組んでいきたいです。で、将来的に自分がこう知識を学んで勉強して、自分でこう企画なんかをできるようになっていった時には、先ほどもお話ししましたが、環境問題というものには取り組んでいきたいなと思っています。僕自身このアパレル業界、このアンドゥに入社して、環境に対する意識というのもすごい変わりました。こんなにもたくさんの、ね、衣服が捨てられているのかというのもすごい悲しくなった気持ちもたくさんあります。なので僕自身が寄付できるようになった時には、リサイクルペットもオーガニックコットンもそういうものを、広めていきたいですし、会社のモットーでもある価値価格、日常を豊かにする、そういう信念理念をしっかり持って、自分自身、しっかりといい商品をお客様に届けられるように、頑張っていきたいなと思っております。